はい、こんにちは、ともしぐです。今日はね、筑波サーキットに向かってます。筑波サーキットのね、二輪のライセンス講習を受けに向かっております。ちょっとね、暑いんでね、ヘタレですけど車で来ちゃいました。やっぱ日中ちょっとしんどいですからね、車だとエアコン効きますので。すいません、バイクチャンネルやってるものとしてどうなのよっていうのはあれですけど、車で向かっております。ということで、後ほどまたサーキット近づいたら、筑波サーキットにね、近づいてきました。久しぶりですね。4ヶ月ぶりぐらいでしょうか。入るところは地図で見た感じですと D ゲートですね。はい、この先の真ん中あたりに入り口がありますんで、あそこだと思います。入ります。センス、こちらここから入れば OK みたいですね。何台か車止まってますね。ここに止めていきましょう。いや、暑いな。やっぱり車で来た方が良かったですね。バイクじゃちょっと無理がありますな。暑い中朝から走ってらっしゃいますね。バーサーキット、こちらにサーキット事務所っていうのがありました。裏から2階に回ってくださいってありますね。裏行ってみましょう。ここかな。入ってみます。ここじゃなくて向こうみたいですね。あの体育館だっていうお話でした。あそこが場所になります。バイクで来てる方1台のみですね。みんな車です。じゃあここで受付して入れるみたいです。行ってみます。講習会会場って看板ありましたね。全然見てませんでした。はい、じゃあライセンス講習会で終了しました。10時半から12時40分ぐらいですね。時間ちょっとかかりました。今日はね、とりあえず講習終わったら紙のライセンスカードみたいなのをもらって、それで予約受付が可能になります。予約受付の、ね、資料は、ね、いただきましたけど、まあ、その辺は家に帰ってからね、ちょっとまたその書類とかちょっと写しますけど、見終わったんで帰宅します。お腹空きました。こんなステッカーがもらえましたね。こういうパンフレットとその他書類、これを見て講習を行いました。さっきとね、行ったことある人も分かると思いますけど、まあ、そんな特別なことじゃないですね。一般的なことが書いてあって、サーキットの注意点、まあ、筑波サーキットなりのいろんな注意点とかね、教えてもらいました。一応ね、赤ピンクのマーカーペンに書いて勉強してるっぽくして受けてきました。はサーキットアドバイザーとかがいます。コース1000の会員証のご案内、保険の紙、タイム計測の貸し出し、クレジットカード決済できます。で、これね、これ今日、もらった仮のライセンスカード、これで予約ができますね。7月の契約で17,150円ということです。それでね、予約してみましょう。